回あのいろんなことにまた新たな三味線の、こうなんていうの、曲弾き以外にもね難しい作品に挑戦をさせていただいてますし、あのいろんな意味でこのディナーショーは牧雄子をもう一つ大きくしてくれるんじゃないかなと思っています。今11月の26日に発売になりました新曲夜叉で頑張っておりますけれども、この夜叉一見難しそうな歌なんですけれども、決して難しくありません。私の歌の中では初めて地声だけで歌っている歌です。キーもそんなに幅広くないので、ぜひ皆さん挑戦してみてください。歌うととっても気持ちのいい歌です。ぜひまた応援してくださいね。よろしくお願いいたします。